本日のおもてなし効果は60年以上も続く鬼コスパランチの居酒屋ヤスです。中洲川端駅から徒歩2分、呉服町駅からも徒歩4分で、博多座の脇にある風情ある街並みが続く地域にあります。派手な看板などはないので分かりにくいんですが、佐賀銀行博多支店さんの正面にあります。ヤスさんは夜は居酒屋として楽しめるんですが、ランチタイムも選べるおかずが豊富に揃っていて、お昼時は満席になるほどの人気店です。表には本日のメニューの看板が出ていて、揚げ物系や煮付けなどいろいろ揃っていますが、これはいくらなんでも安すぎるというレベルです。ピークタイムは過ぎているので店内は空いていますが、老舗の渋さというか凄みを感じます。山笠ともゆかりがあるお店なので、山の勢いが伝わってくるような気さえします。厨房側にはずらっとおかずが並んでいて、熱々の出来たて料理もいいんですが、たまにはこういう昔ながらのセルフ式もいいですよね。メインのおかずを2つ選んだつもりなんですが、それでも安いです。仮にワンコイン以下に抑えても十分楽しめるボリュームです。小鉢やおかずはどれもしっかりボリュームがありますが、こういうセリフ式のお店にしてはなかなか美味しいと評判です。カツはサクサクしてそうで、サバの煮付けは味が染みていて美味しそうです。お味噌汁も具材がたっぷり入っています。ヤスさんは昭和33年創業で、この地で60年以上続く大衆居酒屋です。現在は3代目の大将が中心となって、ご家族でお店を切り盛りされているようです。地元の野菜や魚を使用した料理を安く楽しめるということで、お昼時はサラリーマンの方々であふれます。お店の名前の由来は、創業者の方がお母様のお名前を付けられたということで、まさに昭和のお袋の味を令和になった今でも引き継いでいるようです。なめこの味噌汁大好きなんですよね。大ぶりな卵焼きです。素朴な感じでうまいです。ポテトサラダも久々ですが、大好きなおかずの一つです。揚げたてではありませんが、サクサクしています。どのおかずもご飯が進みます。めちゃくちゃ味が染みてる煮付けです。福岡のサバは刺身もいいですが、煮ても美味しいんです。ヤスさんがあるこの辺りの地域は、中洲の繁華街からも徒歩で来れるような福岡の中心街ともいえる場所なんですが、昔ながらの街並みが呉服町方面へと続いていて、良いお店もたくさんありますので、ぜひ街歩きを楽しんでみてほしいスポットの一つです。